い、どうもアルテマンでございます。2019年年末でございます。まあ今年はどうでしたか。星空でもね、大きな格変がありましたね。まあそんな中で、今回の動画はですね、2019年の星空を自分なりに振り返ろうという動画でございます。で、まあね、一番楽しみにしていたデイ決戦ね、今来てますけれども、本当はね、これ夏のね、ドラゴンクエストユアストーリーの時にね、ぶつけてくるはずだったイベントだったんだよね。この辺のね、あのパートナー別ランキングとかもね、その時にやってればこう盛り上がったのかなっていう感じはしますけれどもね、まあやっぱりビアンカが圧倒的ということで、まあドラケン5のね、 RT をやる俺としてはまあちょっと複雑なんですよね。まあドラケン5のね、総編版の RT ではフローラーチャートをやってましたので、まあフローラー一択なんですけど、ね、まあビアンカがいいという形ですね。てか、あのここまでね、あのフローラの人気が落ちてるっていうのはちょっと意外ですよね。ね、デボラがなんでこんな強いんだろうっていう風にね、不思議に思います。でね、モガショウとモモコもね、ついに本当に久しぶり、1年半ぶりですかに、星空の画面の中でね、バッコしているというような状況で、とてもね、嬉しく思いますよ。で、まあね、デイ決戦が久々にできたねっていうのが良かったのと、あとは、プロデューサーにね、あの、新しい地図のお三方が就任をして、で、今年の5月かな、5月のドラクエの日に、見に行きました。ライブを、ね。当たったんで、あの、すごかったですね。本当に。また見たい。やっぱね、一流の動きというか、やっぱね、あのお三方のオーラっていうのはね、やっぱね、並大抵のものじゃないなっていうのは分かったし、あとね、ジャニーズにハマる方のね、気持ちが分かった。本当にね、あれはね、すごい。ね、あの、トゥーボン、振り付け間違えたけど、振り付け間違えたみたいですけど、間違えたって言われなきゃ分かんないぐらいのやっぱね、クオリティの高さ。ですよね、すごかった。本当に踊りもね、歌もね、両方すごい、一流ってこういうことかっていうのがやっぱね、直に伝わりましたね。だからやっぱあれくらいのレベルをね、まあ、自分もね、仕事をやっている身ですから、やっぱね、一流の仕事っていうのをね、今後もちょっとしていきたいなというふうにね、心を新たにした瞬間でしたね。それのおかげかね、まあ、ご新規も増え、まあね、自分の周りにも、と女性プレイヤーが結構多くて、びっくりしてます。でたまにね、こう、指導しながら、やったりしてますけれどもね。そして、まあ、大晦日の日には、まあ、今年ね、最後を締めくくるのはもう星空カフェ、ね、モガショウとモモコに会いに行くと同時に、まあね、神チャレ10段、ね、ゲットしましたけれども、まあ、リアルでもね、銃弾バッジをゲットしようかなと。何ですか。なんか辛いらしいじゃないですか、辛いが。なので、それにちょっとね、チャレンジしようかなというふうに思ってます。あれは、カレー食べきったらなんかバッジくれるのかね、よくわからないんですけど、全然ちょっとそういう概要を全く読んでませんけれども、まあ、なんかね、無駄にカレーに挑戦してる奴がいたらね、あ、俺なんだなというふうに思ってくれればいいなと思います。で、で、銃弾バッジね、まあ、今ちょっと出ましたけれども、銃弾バッジをゲットしましたし、あとはまあ、レジェンドアリーナ、まあ、モンスター闘技場ですね。自分はその魔王級とかはね、あんまりやらないんですけど、まあ、神チャレとね、この闘技場だけは、ちょっと一生懸命やっていこうという風なプレイスタイルでやっております。唯一、今年の第3回第3回じゃない、第何回かちょっと忘れちゃったんですけど、1個だけね、レジェンドアリーナ落としちゃってるんですよね。レジェンドアリーナ落としちゃってるのと、あとは、バトリアハイムが、レジェンドアリーナは第1回をちょっと落としてるのと、バトリアハイムも第5回かなをちょっと落としてしまいましたと。でそれ以外はとりあえず全部今のところね、バッジを、更新し続けております。で、
まあ12月の後半のねスペシャルスファウトモンスターも、まあ、このようにね2人ともレベル30になりまして、ちょっとレビュー動画をね上げてる時間がなかったので、まあ、ちょっとこのスイルギルギッシュの使い方ね、まあ純粋にするのか、それとも邪悪にして魔法を打たせるのかっていうのは、まだ考慮の余地があるんですけど、このね、時々水流の瞑想ですかね、これがなかなかいいなっていうふうに思ってるんで、環境が高速化してるので、そのターン開始時に 15% っていうのはね、本当に最初の一発勝負なのかなっていう感じはしますけれどもね。で結構、その、水流ギルギッシュ、攻撃魔力が高いので、高い威力の攻撃呪文を打たしてもいいんじゃないか疑惑はちょっとあるんですよね。で攻撃呪文のコツもついてるし、あとまあ、ヒャド特性スキルの極意弱もついているので、なんかできそうだなっていう感じはします。体勢もね、まあ、主要な体勢を抑えてるんですが、まあ、ただちょっとね、眠り体勢が薄いというのがちょっと気になりますね。ただ最近はやはりこれのね、対をなすモンスターとして、アミゴン、デスアミゴが、ちょっとなんか猛威を振るいそうな感じがしますよね。いきなり眩しい光っていうのがあるんですけれども、まあ、今の闘技場のね、主要アタッカーはほとんど物理系ですので、このいきなり眩しい光が入ってしまうと、まあ、かなり不利になると。しかもこいつ場に置いとくだけで、戦闘開始時に絶対眩しい光を打つので、やばいねと。で、こいつとカンダタを組み合わせて、ね、強制デバフパーティーみたいな感じもあるので、まあ、そういうユニットはカンダタだけでよかったんですけどね。まあ、このね、2体のモンスターの出現で、闘技場の環境がどう変わるのかというのはすごく気になります。で、まあ、闘技場も今後も頑張っていくということでございます。あとは、まあ、2019年振り返ってみると、まあ、ちょっとね、まあ、嫌なこともいいこともありましたけれどもね、一番いいことっていうのは、その、やっぱり、ね、新しい地図のお三方の生の踊りを見れたっていうことと、この神チャレ絨毯バッジゲットと。で一応、裏球団も今年の話なんですよね。裏球団も今年の話なんで、まあ、裏球団のバッジも取れたよね、ということでね。一番最初の時にね、取りましたけれども、ね、で、まさかの超球速の実装というところもあり、なかなかこう、裏球団を取ってから、そのバッジの効力が良かった時期っていうのがちょっとだいぶ短かったなという感じがしますよね。だから多分おそらくまた来年のあたり、来年あたりにももう一回ね、もしかしたら裏10段なんてのが来るんじゃないかなというのはありますので、まあ、それまでにまたね、雫なり、レアアイテムのね、チャージアップやら、何やらを溜め込む日々が始まるという感じですね。あとは、来年は、魔王級にもね、ちょっとずつチャレンジをしていきたいなというふうに考えてます。ね、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。あ、ブオン出てますね。ということで。で、今年度最後、今年度じゃない、今年最後の、締めくくりとしては、これからね、大の大冒険のどうしても欲しいものがあります。それは、このね、鎧の、アムド装備の鎧の魔装。これがない。これだけがないんです。で、錬金がね、来年の秋ぐらいに来るんじゃないかというふうに思ってまして、来年の秋にね、錬金が来ることを信じて、あるいは覚醒が来ることを信じて、これをね、持っておきたい。そして、本当に星ドラのこのさ、アムド、これがさ、すごくよくできてるわけですよ。本当によくできてる。
でちゃんとその大の大冒険のいいところも残しつつドラクエらしさもね俺の中で出てたので、本当にこのね星ドラの大の大冒険コラボはあの本当最高でした、ね、またやっていただきたい。ただもうね出尽くしてる感はあるからね、本当に星ドラでね原作には出てこなかった、ね、メイリオ・ウェルザーがね原作者のねデザインに基づいてこう動いてるところがね出てきちゃったもんね。だからなんだろうね、魔界編やるのかなとかね、そういうのもありましたけどね。で魔界といえば、ね、ドラクエ10もねありましたけどね、ちょっと最近はストルティアに全然遊びに行けてないんですけどね、まあ、ちょっといつかね気が向いたら魔界には旅立ちたいなというふうには考えております。ということでじゃあね、福引きの様子をご覧いただきましょう。いきましょう。すでに2ステップ引いてるんですけど、鎧の魔装、この中からの一点狙い。他はもう全部あるからね。あるから、で、ギガストももう3本抜け出してるし、この、紋章の盾も、ね、今や、どうなのっていう性能だし、ね、ドラゴンの騎士の冠も、ね、もうちょっと他に強いの出てるし、ソウリュウモン、これもね、俺結構使ってたんですけどね、ソウリュウモン右左。そしてね、世間を騒がせば、ね、ドラゴンの騎士の鎧、ね、記憶に新しいですね。ということで、これをやる、これをやるくらいだったらね、他の賞出すの待った方がいいような気がするんですけど、ちょっとね、まあ、ステップ、1回ですね、1回だけにします。すいませんが。お？ああ止まらない。うわあ魔光剣が2つも出てる。止まらないし魔光剣2つだし。これはひどい。うわあ魔光剣2つも。ちょっと嫌だ。嫌だ。ちょっと頼む。うわぁ、2個しかない。止まれ止まるん、お止まった、止まった、来たぞよーし、やった魔装来た、持ってなかったんだ、これ。やりました、ラーハルトさん、ありがとうございます。やりました、アムド、よかったけど、これは貫突できないよね。これどうにかなんないかな。はい、ということで、はい、ということで、無事引けました、ありがとうございました。ということで引けたところで、今回の動画はこれでね終わりたいと思います。2020年もどうかよろしくお願いいたします。それではまた来世でお会いしましょう。さよなら。